Alright! Hello everybody! CP9 キャットです。今回もね、サージョンシミュレーター2013やっていきましょう。まあ、2013っていう名前がついてるからね、まあ、今年中に終わらせられるようにちょっと、ペース上げていきましょう。じゃあ早速ね、オペレーションの方からスペースの方を選んで、ブレイントランスパントラン、噛んでしまいましたね。トランスプラントやっていきましょう。前回はですね、まあ、キッドにまた名前調べるの忘れてしまったんですけど、ものすごい苦戦しましたね。ただ今回こそはうまくいくはず。正直脳みその方が一つだけなんでかなり楽なんじゃないかなと思うんですけどね。よっと、ではね、またハンマーの方うまく、ちょっと待った。どういうこと物理法則が乱れる。ちゃんと手でも逃げてると思ったらいつの間にかこうなんか手の中で高速回転し始めた。オッケー、では早速卵、あ、時計がまた飛んでった。卵割りのように頭の方開けていきましょう。よっと、ちょっとこれは難しいぞ。またオッケー、はっ、大丈夫、まだ出血はしていない。出血がしなければ、まあ、いいんだ。よっと、はっ、またミスった。よっと、よし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 、で、もう一丁、あ、やばい、頭叩いたじゃなくて脳みその方叩いちゃった。よっと、よしよしよし、あとはまあ横の方、まあ、コツコツと叩いて脳みその方引っ張り出せられるようにしましょう。おでこの方叩いちゃダメだよ。脳みその、そこ叩いて。オッケーオッケー。あと、後ろの方も。オッケー。これで大丈夫だろう。ちょっと出血の方がやばくなったな。注射。あった。あ、これ、いや、出血のやつじゃないな。多分大丈夫だと思う。これまた指刺しそうで怖いな。ちょっと待った。もらった。上に。あ、行っちゃった、上に。戻ってこい。注射針戻ってこい。これは戻ってこない、臭いね。しゃあない。これは、なしでやるしかなさそうだな。うおぉ。よっと。まあいいや。脳みその方。あった。緑の注射針。よいしょ。よっと。あ、やばい。また上の方に、おお、飛んじゃったな。しゃあない、これはメス持って。ダメだ、これうまく持てないね。持てないな。よし、このメスの方取れそうだな。あっと思ったら、逃げてった。ちょっとメスの方が逃げてった。マジかいな。と思ったら、よし、今度こそちゃんと捕まえられたね。オッケーオッケー。あーと思ったら手からすっぽ抜けた。マジかいな。ああ、どんどん出血してってし。よし、しゃあない。適当にナイフ持たないとな。うん。ナイフっていうかメスだけど。で、持とうとすると、また飛んでったな。これはこれですごい難しいぞ。で、3000切っちゃったね。よし、メス、そこにあった。よし、取れない。手に、つかめ、手くっつ。後ろに行っちゃったな、邪魔だな。よし、ちょっと。うわぁ。あのメスに、手が、伸びない。マジかよ。こんなに難しい？しかも、メスなくね？あった。あった。よいしょ。届かない。手が奥まで届かない。
なんかいろいろと飛んでて邪魔だな。お、あそこにメスがあった。よいしょ、掴んだ。しかし手がすっぽ抜けた。まったかいな。これちょっと難しすぎないか。握力ない。握力っていうか指紋がないんじゃないのこいつ。逃げる。あ、やっと掴めた。ただこの持ち方は良くないな。よっと。あ、逃げるお前。逃げるお前、やびしゃすぎる。お前やる気あんのか。掴もうとしてんのか、ちゃんと。仕方がない。かくなる上はこのナタで一気に脳みその方を切るしかないね。よっと。よし、切れた。あとあそこに新しい脳みそ、アンパンマンのごとく入れるだけだ。ボブ、新しい脳みそよ。知的 100%。 OK。 また D ですね。はあ、やっと終わった。あ、これだけかな。まあ一応脳みその方終わりましたね、やっと。でまた例のごとく時計の方が取れてしまったんですけど、止まったらなんか後ろの方に書いてあるね。ん？ちょっと待った。ああ、なんか韓国語で書いてあるねって言ってたやつだね。何を意味してるのか全く分かんないけど、いいか。OK。いやー、なんとか脳みその方も終わりましたね。確かもっとあったと思うんだけどな。確か、エイリアンのやつ、手術しないといけなかったんだけど、それはちょっと今は分かんないんで、後で調べておきますね。まあ、また見つけたら改めて動画作ろうかなと思います。では、今回はここら辺で終わりにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。